どうも皆さんこんばんは、ナオトエンターテイナーロードの時間がやってまいりました。ナオトです。さて今回の動画はですね、ポケモン GO の現状についてお話したいと思います。ポケモン GO がアップしたのが、2016年4月頃、僕その頃からやっております。でもその頃からやっても今第3世代まで出てきております。で僕が集めてるポケモンは、サトシのポケモンと、伝説のポケモン、あと自分の中で強いポケモンを集めています。あ、まあ、タツベイとナックラーに関しては、まあ、ポケモン図鑑を埋めるために、まあ、交換してもらいました。で、まあ、アルカスタインですけど、今ルギアがあと残り0、0じゃねえよ、間違えた、 6.7 キロなので、まあ、これを歩かせてから、ナックラー、タツベイを歩かせていきたいなと思います。で、ポケモン図鑑なんですけども、関東地方は残りあと1匹ですね。ケンタロスがゲットできていないということですね。まあ、ケンタロスはアメリカ限定なんですよ。行きたいのは行きたいんですけど、でもお金がなくてね。だからお金が貯まって、アメリカ行ければ、ケンタロス絶対ゲットします。それで、関東地方は制覇します。で、上都地方なんですけども、上都地方もあと3体ですね。このヘラクロス、まあドーブルとセレビーですね。ヘラクロスも海外限定なので、確かチリかブラジルだったと思うんですけど、まあそこら辺にいるので、まあそこもお金が貯まったら行きたいですね。で、ドーブルとセレビーはまだ未実装です。必ずゲットします。で、方園地方なんですけども、方園地方はこれ全部で、何体だ？上都地方が251で、252だから、だいたい130何体ぐらいいますね。でもやっぱりちょっと、まあ、ゲットできてないポケモンも複数いますね。一番ゲットしたいのコータスなんですよ。サトシのポケモンだからっていうのもありますけども、コータスも多分海外限定なので、まあ、どっかしら出たら行きたいですね。まあ、こうして、いろいろとレードバトルもあり、交換機能もありという感じでポケモン GO も進化しています。で、8月には横須賀のイベントもあるので、まあ、そこら辺で多分海外のポケモンが出てくるんじゃないかなと思います。ねえ、まあ、グローバルチャレンジ、ね、ケンタロスが出てきたらなぁと良かったんですけどね。まあ、今年の1月オーストラリアに行って、まあ、ガルーラとかいろいろゲットできたんですけど、グローバルチャレンジで僕ゲットしちゃったんですよ。だからちょっとグローバルチャレンジでなんでケンタロスが出てこないんだなっていうのがちょっと疑問に思いました。あ、まあ、ケンタロスゲットできてれば、まあ、制覇もできました。なので、横須賀のイベントはぜひ、ケンタロスかヘラクロス、そしてコータス出てきてほしいです。ね、関東地方、絶対制覇しますので、頑張ります。最後までご覧になっていただきありがとうございます。ポケモン GO 以外にも、歌、モンスターボックス、サスケ、まあ、いろんなことをやりますので、ぜひご覧になってくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価、コメントもくれたら嬉しいですね。最後までご覧になっていただきありがとうございました。以上、ナオトエンターテイナーロードの時間でした。またいつかお会いしましょう。バイバーイ。